皆さんこんばんは。ならよろしくお願いします。これ6人用なんで。いやこんにちはこんにちは、ねえ調子どう、普通かな。はい、東京サマーセッションよろしくお願いします。ハニワのもう最強の曲。花火大会が来週あるんだってね。ああいう人が多いの、俺は苦手なんだよな。ああそれで誰か他を当たってみるか。やっぱ楽しそうだな、結構行きたいかも。喉渇いたな、これ飲めば。これっていわゆる関節キッス。意識した意識した、喉は渇いたまんま。待ってる左手にほんの少し触れてみる。つなぎたいつなぎたいだけどポケットに隠れた。本当は気づいてる、ほんの少しで届く距離。つなぎたいつなぎたい本音背中に隠すの。ストローで飲んでます。気に触ることしましたっけ。ヒント、なんか今日は違う気がしませんか。わかった、気にしないでいいよ。太ったこと殴るよ。15センチ切った髪に気づけ。すぐ髪切った。これ食べて、これっていわゆる手作りクッキー。夏なのに喉は渇きますね。本当は気づいてる、ほんの少しで届く距離。つなぎたいつなぎたい、掴む袖口にいてみる。綺麗だね綺麗だね、ああ綺麗だよ綺麗だよ。僕から見てただけど花火が今目の前に。時を止め帰りたくないよね今日は。あら、すぐ髪切ったんだよ。みんな気づいてた？ねえ。好きかもね、好きかもね。待ってる左手にほんの少し触れてみる。つなぎたいつなぎたい、君を黙って奪うよ。本当は気づいてる、ほんの少しで届く距離。つなぎたいつなぎたい、ぐっと握り返すよ。東京様セッションでした。ありがとうございます。で、3センチ切りました。15センチとか全然切れてないですけど。